県と静岡県の境、赤石山脈の麓を流れる谷川に遠山という美しい渓谷があります。私がまだ長野県にいた頃でした。荒木という元人力車夫をしていた男と一緒に遠山川にイワナを釣りに出かけました。私たちは10日分の食料を持ち、上流の川岸近くに手頃な岩穴を見つけ、そこをねぐらにして毎日釣りを楽しむ暮らしを始めました。3日目のことです。今日はどうも調子が悪い。私は少し上へ行ってみます。ああ、まずまずというところだな。旦那様、旦那様、えらいもんがありますに。どうした？熊の足跡だな。この辺には珍しい大馬であります。子馬も一緒らしいな。子馬は2匹のようでありまする。ここを通って川上の方へ行ったようで、一つ子馬を生け取ってみたいな。ねえ荒木君、手伝ってくれないか。いや、しかしそれは命がけの仕事でありまする。お礼はうんと弾むよ。ねえ荒木君。はあ、しかし。次の日の朝です。渓谷の気持ちのいい夜明けの空気を力いっぱい吸い込んでから川岸へ向かうと、生まれて初めてだよ、野生のクマを見たのは。実に堂々たるもんだな。あいつは昨日の足跡のやつで、ほら、子グマが2匹。ああ、いるいる。カニですね。やつらカニを食っているんであります。なるほど。カニのやつ、いくら影に隠れても逃げられんわけだな。どうやら朝飯はおしまいのようだな。その日、
私たちはもう一度親子の熊を見つけました。母熊はいい気持ちでお昼寝か。かわいいな。どうだい、今ならあの子馬は生け捕りにできるぞ。とんでもない、危険でありまする。だって母馬は死んだように眠っているじゃないか。それ。奴らを狙うのは命がけでありまする。大山川には大きな高い滝があります。あれから3日ほど経って、私たちは子熊を捕まえる機会を見つけたのです。旦那様、ほらあそこ。ああ。親熊は？旦那様、今日は捕まりますね。この辺の影の形も。よし、滝壺の方へ追い詰めよう。はい。あっちへ逃げ込むと厄介だぞ。まあ勝ちな罠です。よしよし、さあおとなしくして。ほら親熊だ。あそこです。大丈夫、私たちはほっとしました。いくら熊でもあそこから飛び降りたら命はありません。滝は30メートルもあり、滝壺には大きな岩があちこちに突き出していて、山伝いに来るにはずっと遠回りしなければ。その間に子供を捕まえることぐらい。旦那様、これはうまくいきましたな。さあ今度こそ。そう怖がるな、可愛がってやるからな。おお、旦那様逃げてください。死んだか。子熊を助けようとしてあの高い崖の上から滝壺へ飛び込んだ母熊。しかしいくら熊が強くても助かりっこないでしょう。私たちは胸のつぶれるような思いにとらわれていました。しめた、やつめまだ生きているのでありまする。うん、頑張れ、立ち上がれ、頑張れ。ハグマの怒りに震え上がり、ハグマをそのような立場に追い込んだ私が、いつか
ハグマが立ち上がるのを懸命に願っておりました。やった旦那様、やったやったやった。その後、遠山川にいる間中、親子の熊は二度と私たちの前に姿を現しませんでした。なあに、あんなにしっかりした足取りだったから、やつはきっと達者でおります。そうあってくれるように祈りながら、私は遠山川を後にしたのでした。